まずは何事も基本からということで、簡単な計算から始めていきましょう。まずニューノートブックを開いて新しいファイルを作成します。真っ白な画面になりましたね。ここにコードを書いていきます。まずこのファイルの名前を変えましょう。ファイルの名前をクリックするとファイルの名前が変えられます。今回はマテマティカファーストステップということでマテマティカ FS としておきます。今開いている白いページ、これをウルフラムノートブックというのですが、このウルフラムノートブック上では段落分けをすることで分かりやすくコードを書くことができます。1行目はこのノートのタイトルにしましょう。先ほど線上にあったプラスのボタンを押したと思うのですが、その後この Other Styles of Text っていうところを押してもらって、1行目はタイトルを選びましょう。そうするとタイトルを入力することができます。ではサブタイトルも打っていきましょう。さっきと同じように線上のプラスボタンから Other Styles でサブタイトルですね。このようにセクションごとに分けておくと、後から見るときに開けたり閉じたりできるので見やすい構造になります。計算をしていきましょう。プラスからウルフラムランゲージインプットっていう風に出してもいいんですけど、そのまま打ち始めるとどっちみちウルフラムランゲージインプットになるので計算をすぐに始めることができます。試しに 1+3 と打ってみました。実行するときは Shift プラス Enter です。大事なことなのでもう一回言います。 Shift プラス Enter です。すると当然答えが4と返ってきます。下に何やらいろいろ出ていますが、今はこれは無視してもらって大丈夫です。次は引き算やってみましょう。 5-4=1 と、当然マイナスの数も計算できます。こんな感じ。じゃあ次掛け算やっていきましょう。 3×5=15、あとは割り算もやりましょうか。6÷2=3。こんな風に割り切れるときはいいんですけど、割り切れない場合もありますよね。例えば 21÷14 とか、そういう場合はこういう風に約分された形で出てきます。いやでも僕小数がいいよっていう人もいますよね。そういう場合はこれ点っていう風に、例えばこのみたいに21点って打ってもらったら小数っていう風に認識されます。 21.0 とかでも大丈夫です。 21.14 は 1.5 っていう風に出てきます。こういう風に点でやってもらっても大丈夫なんですけど、別のやり方もあります。こういう風にして関数に入れるっていうやり方ですね。これ関数はブラケット、四角い括弧の中に入ったものを変換してくれます。この場合は近似値小数での値を返してくれる n っていう関数を使って小数の値を得ることができます。この、四角の括弧に入っている数を引数って言います。計算には π みたいなものも使えたりします。ただこのままだと π を π って返してるだけなんでね、何の意味もないんでね。π をしっかり小数で表せるようにしたいと思います。小数には n っていう関数を使うんでしたね。引数には π をそのまま入れましょう。この π の後ろの桁の数も選ぶことができます。 numberForm っていう関数を使うと、一つ目に入れる数を引数として、もう一つの二つ目の引数を欲しい桁の数にすることによって、その桁の分だけ数を得ることができます。で、また π が返ってきてしまいました。これ π が文字のまま入ってしまってたんですね。だから小数の π を入れなきゃいけないですね。こんな感じで二重の括弧にすることもできます。はい、3桁分だけ手に入りました。他にも計算はできます。例えば何乗とかですね、累乗の計算、6の15乗、めちゃくちゃでかい数になりますね。これどれぐらい大きい数か一目で見たいとき、科学的に表せると便利ですよね。その表示の仕方変えることもできます。関数サイエンティフィックフォームを使えば、さっきと同じように欲しい桁分だけ指定してしまうことができます。こんな風にある程度
打ったらもうそのまま選ぶことができます。なので6の15乗の4桁取りましょう。この時、引数に小数点つけないと答え小数点で得られないので忘れずにつけておいてください。括弧のついた計算もすることができます。こんな感じで簡単にできます。普通の電卓ならちょっと頭使わないといけないのでめんどくさいですよね。当然、π とか入れて計算することもできますよ。こんな感じで、3×π+6 みたいな感じですね。で、何も変わってないですよね、これ。何が問題かもう皆さんお分かりですよね。そうです、小数点ですね。今日学んだ計算はこれからウルフラムランゲージを使っていく上での基礎になります。もし動画の内容やウルフラムランゲージのことで質問等あれば、ぜひコメント欄で気軽に質問してください。ウルフラムジャパンの YouTube チャンネルではウルフラム社の商品を使った様々なコンテンツを用意しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。